それでは次に、今日とっても素敵な演奏をしていただきました、延岡フィルハーモニー管弦楽団を代表しまして石山泉です。皆さん本当にお疲れ様でした。延べフィルの事務局を担当している西山と言います。ちょうど2年前に大高等会の事務局の方から延岡大高延べフィルでやってもらえないかというご依頼をいただいて、延べフィルの役員会でも相当揉めましたっていうのが、もうこの演奏会でずっと急遽はプロのね、九州交響楽団が演奏していたんですね。合唱団の皆さんはもちろん、延岡市民の皆さんも、延岡大工といえば、急遽の演奏がもう耳に染みついてるんじゃないのかな。これ、もしお客さんが減ったら延べフィルのせいだろうなと、すごく悩んだんですよね。で、延べフィルは昨年、楽団創立30周年でした。で記念演奏会とか記念式典とか、いろいろ企画とか事業を考えてたんですが、全てコロナで吹っ飛びました。で記念演奏会が6月に計画してたんですけど、もうできない。1年延期しよう。で、国分祭はできるだろうと思ってたら、国分祭も延期と。もちろん皆さんもいろいろあったと思うんですが、もう本当に心が折れそうになりました。もう音楽って不要不急なのかなと。かなり悩んだり、もっと考えたり。で、今年の6月に無事30周年の記念演奏会を開催することができました。ベートーベンの田園をメインプログラムで取り上げてやりました。で、定期演奏会が終わって、さあ、いよいよ国分祭だ、次は国分祭だ、9月のアラコンサート、10月は大学で、それに向けて練習をしてたんですが、9月のアラコンサートは中止。またこれかと正直思いました。でもその落ち込んでる暇は本当になかったんですよね。大学まで1ヶ月しかないと。で、もう皆さんご存知だと思うんですけど、アマチュアオーケストラが大学をたった1ヶ月で仕上げるっていうのはありえないんですよね。私個人的に大学5、6回ぐらいやったことあるんですが、アマオケだったら最低でも半年とか1年とかかけて大学を練習して準備をしていくんですよね。もう団員のみんなも、ちょっと本当に頑張らないかんとか、もう頑張ってくれたと思います。もう音楽家との川山からも先話があったんですが、もう奇跡に近いと思います。延べフィルがたった1回出てライブをした。でもただやっぱライブって本当にやってて、まだまだだなって感じます。私もやるたびに、前回やった時よりはやっぱうまくやらせるかっていうふうにやるんですけど、今日もやっぱ演奏終わって、もう反省の課題はもうめちゃくちゃなんですね。でも、コロナ禍の中で、おそらくいろんな制限は続くと思うんですが、頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。